はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今度はでは、オスティナートやトゥーウェイをどのように習得するのかというテーマで話していきます。久しぶりに中級者、上級者の方向けの内容ですので、ちょっと難しいんですけれども、まあ、こういうトゥーウェイとかをね、できるようになりたい、習得したいという方は、なるべく早くやった方がいい、早く始めた方がいいというのが僕の見解ですので、上級者の方もですね、えー、そうなんだっていう感じで見ていただければいいなと思います。はい、まずそもそもオスティナートって何やねんと。 いう方のために説明します。オスティナートというのは一つのフレーズをずっとループする、繰り返すといった意味ですで。それがパーカッションとかドラムセットの場合はですね、この一つのフレーズ、オスティナートをキープしながら何か他の動きをやるっていうことをよくやります。例えば、まあ、片手でクラーベを叩きながら、もう片手で、まあ、自由にトローを取ったりする。 みたいな感じですね、まあ、要するにこう一人二役やるっていうことです。まあ、これをね 2way2way independence と言ったりしますで。これできない人からするとおっすげえなんでバラバラに動かせるのと思うと思います。僕もねそういうふうに思ってましたで。これって今の言葉で言うとマルチタスクですよね。2つ以上のことを同時に行うといった意味でこのマルチタスクって得意な人と得意でない人がいるじゃないですか。できる人とできない人ね。 で僕の経験で言いますとですね、音楽において、楽器の演奏において、そういうマルチタスクが得意な人っていうのは、だいたいね、子供の時にピアノをやっていた、か、エレクトーンをやっていた、習っていたという方が多いと思います。ピアノってこう右手と左手がそれぞれ別の動きをする、2way のマルチタスクですねで。エレクトーンなんかもっとすごくて、足も使って、両手両足でいますから、4way のマルチタスクなわけです。でここから考えたのは、やっぱこういうマルチタスクの 脳っていうのは本当に若い時、子供の時にトレーニングをしておくべき必要があるんじゃないかと考えたわけですね。まあ、要するにそのピアノとかエレクトーンっていうのはある種の脳トレであり、英才教育であると考えていますで。ご安心ください。僕はね、ピアノもエレクトーンもやってません。しいまだにピアノを弾けません、はい。長らくね、マルチタスクができない人間でした。いやじゃあじゃあじゃあ、そういうピアノとかエレクトーンやってなかった人、トレーニングを積んでなかった人はどうやってマルチタスクを習得すればいいのかと。 そもそも習得できるのかっていうのが今回最も話したいところでございまして僕のね今のところの結論としてはそういうトレーニングを積んでなかった人はもう徹底的にそのマルチタスクを分解する要素に分解してシングルタスクにしてしまうっていう方法が一番いいのではないかなと思っております逆にこの方法以外の方法が何かあるのであれば僕はね本当喉から手が出るほど知りたい ので、まあ、知ってるよという方はね、教えていただけると嬉しいです、はい。これは別に僕だけの意見というわけではなくてですね、一応世界的に活躍している、そういう4 w a イが超得意なドラマたち、例えばオラシオ・エルナンデスとか、アントニオ・サンチェスとか、ダフニス・プリエイト、ね、まあ、いわゆるマルチタスクの達人みたいな人たち、いるんですけども、そういう人たちもそれぞれ教則本とか、教則 DVD でそういう複雑なことをやるには、まずは一個一個細分化しろと。 1>, 1個1個シンプルにして、その1個1個から始めていけと言っております。はい。というふうにね、虎の意を借りておきます。はい。例えば、比べ、ルーンバク比べで考えてみます。はい。これをリズム的な要素に分解すると、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4と捉えることができます。つまり、グリッド4の4カウントで比べは捉えることができるというふうになります。ゆっくりやると、 1>, 1 2 3 4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 , ここでで 4, 4, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2こ4 1 2 3 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 4 1 2 3い1 2 3 4使って4 1 2 3グリッド4 16分音符。なので、グリッド4っていうのは全部で16パターンしかないんですね。これいろんな動画で言ってますけども、今出してると思います。はい。この16パターンしかないわけなんです。例えば片手で比べを叩きながら、もう片手でリズムを叩いたり、ソロを叩いたりしたいということであれば、この16個、16パターンを徹底的に叩き込みます。はい。個一個叩いて、この一個一個の音の感じ、体を動かす感覚、 タイミングっていうのを徹底的に叩き込んでいきます。これがシングルタスクっていうことです。例えば右手を1、2、3、4の1だけ叩きます。two three four o n 1、2、3、4、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 1、2、3、4。はい。これで16個のうちの1個ができたということになります。 これちょっと待っているとすでに右左バラバラに叩いてるじゃねえかとこれツーウェイじゃねえのかと思うかもしれないんですけどもこれはねもうこのままこの二つで一つのセットこれでシングルタスクとして考えますちょっと何言ってるかわからないかもしれないんですけどももうねこの両手の動きをもうこれをもう一個として考えるってことですねこの音の感じだん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  っていう音の歌い方だったり、この体を動かしている感覚、これをもうまとめて、このまま1個として脳にインプットする、体にインプットします。そしたらこれ、早くてもあ、ゆっくりでもね、叩けるようになりますと、これはもうね、ひたすら繰り返したり、ひたすら歌ったりして、もう、み込ませるしかありません。 これをあとは15個残り15個やって全部16パターンできるようになればあとはですねこれの組み合わせになりますよねみたいな感じでまあ一個一個の組み合わせ一個一個チェンジしていく感覚をどんどん短く短く高速化していけば さもねねねマルチタスクししているよよように見えますよ、ねまあ、見ええまますたよ、ね、今のはただこの16個を1個1個すごい早く切り替えていったっていうだけです。でこのシングルタスクの高速化をもうずっとねひたすらやってるとですねだんだんこの2つをそれぞれ別々にコントロールしているあできてるなっていう感覚になる時があります。なんかものすごくねこう視界が晴れるっていうかクリアにそれぞれの動きが捉えられる。 それぞれの音量とととかかねタイミンングとかを別々にコントロールすることができるようになりますそれがね、おそらく本当の意味での本来のこのマルチタスク能なのではないかなと僕は考えております。だから時間さえかければですね、いずれ必ずできるようになりますから、諦めないでっていうのがこの動画の主張なんですよ。うんはい、だってグリッド4なんか全部で16パターンしかないわけなんですから、16個っつったらもうアルファベットより少ないわけです。 でこの16個ね、1個1個、例えば1個、1時間ずつ練習したとしても、まあ、全部で16時間なわけじゃないですか。まあ、本気出したら一1日でもいけますと。おい、ちょっと待てと。グリッド4はまだ分かるけれども、グリッド3とかどうすんだよと思う方いるかもしれません。グリッド3って要するに3連符、3連携っていうことですね。はい。こっちがグリッド4で、こっちがグリッド。 3だともう訳がわからないよという方がいるかもしれませんけども、これも全く同じです。もうとにかく細分化する。とにかくシングルタスクにして、一個一個徹底的に叩き込むというやり方で習得することができます。でグリッド4とグリッド3だと特に対象とかですかね。1、2、3、4の位置と1、2、3の位置が微妙に合わない。微妙にずれると。 これをね、一緒に叩いてしまったりしてしまいがちなんですけども、とにかくね、こういうの一個一個細分化して、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スカタ、タ、カカタ、タ、カカタ、タ、カッタ、カッタ、カッタ、カカタ、タ、カカタ、タ、カッ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  フレーズ、こういう歌だと思ってこのまま覚えてしまう。で、これを歌いまくったり、叩きまくることによってインストールするというふうにやっていきます。あとよくあるのが、1、3、まあ、グリッド2の感じなんですけども、1、2、C、4、1、2、C、4、1、2、C、4、1、2、C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 、カット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 。はい、まあ。これ言ってしまえばポリリズムなわけなんですけれども、 これもね、僕はもうこのフレーズ、歌をこのまま丸暗記してます。どういうことかというと、もうね、カットカトン、カットカトン、カットカトンっていう歌で覚えてるの。カットカトン、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 カットカトン。はい。まあ、みたいな形で、なるべくこう自分がわかりやすいように、すぐ思い出せるように、すぐ叩き出せるような切り口で、一個一個を覚えていく。習得して、それをこう、パッパッパッと。 切り替えられるようにしていくとだんだんこうマルチタスクできるようになるんじゃないかなと思いますあとはその組み合わせで はい。みたいにできますというわけで、今回はオスティナートやトゥーウェイをどのように習得するかについてでした。今のところの僕の結論としましてはですね、なるべく細分化して、もう一個一個、シングルタスクを地道にやっていくというしかないという話でした。まあ、ただね、これじっくり、一個一個やっていけば、まあ、確実に将来的にはできるようになるというところに希望があると思いますので、えー、この興味がある方は是非トライしてみてはいかがでしょうか。 はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッション情報を毎日発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。毎週日曜日には YouTube Live を使ってパーカッションのワークショップもやっていますので、引き続き要チェックをよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。